襲撃事件とは、1946年9月29日に、新潟県新潟市で発生した、朝鮮人16名による、暴力事件。1946年9月23日付の、新潟日報有敢は、MP も出動、坂町で、深夜の乱闘と題して、朝鮮人や在日中国人が、新潟県岩船郡保内村内で起こした、坂町事件の記事を掲載した。 読売新聞も事件を報じた。1946年9月26日、在日本朝鮮人連盟などの朝鮮人16人が、新潟日報社を訪れ、新潟日報社と読売新聞社の両者に対して、坂町事件の報道に誤りがあると認め、ラジオ放送を通じて、新潟県民にご報であったという声明を出せと要求した。両者は、 即答はできないとして、29日まで猶予してもらうことになった。その後読売新聞社は、9月28日になって、情報し、誤報を認め謝罪記事を掲載することで話がついた。9月29日、朝鮮人16人が再度新潟日報社を訪れ、新潟日報社側の返答を迫った。新潟日報社は、警察の調査結果を待って全書すると答え、 彼らの要求を拒んだため、朝鮮人側は憤慨し、茶碗を投げつけたのを合図に一斉に暴れ出し、車内の備品を破壊した。新潟警察署は、朝鮮人らを暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕した。最終的に9人が起訴され、裁判の結果、暴力行為等処罰に関する法律違反と、業務妨害罪で有罪の判決が下った。ありがとうございます。